トゥーランド V でございます。お時間です。今回は縄文、ユダヤ、いつもの文化が混じり合う二尺寺信仰に隠された恐ろしすぎる秘密について深掘りしていきます。はい、ということで昨日の動画では日本最古とも言われる諏訪大社のヤバすぎる秘密についてお話してきたわけですけどもね、はい、今回はさらなる深掘り会でございます。諏訪に伝わる御釈寺信仰は大国主の息子武見方が諏訪にやってくる前から存在する縄文時代の信仰と言われてます。この御釈寺信仰は諏訪を起点として関東近畿の一部地域に広がっており、全国各地で見られる石神信仰や道祖神、船戸の神とも関係があると考えられています。はい、つまり御釈寺信仰は縄文時代から続く古い古い信仰であり、全国的にも影響があったというわけですね。はい、御釈寺の呼び方いろんなバリエーションがあって、御釈寺、御所五寺、おしゃもじみたいな、おしゃもじいろいろなバリエーションがあって、おしゃもじだけちょっとチャンスなかった。いや一緒なんですよ。一緒ない。漢字もね、宮司を表す御釈宮司、石神を表す御釈宮司、赤い蛇を表す御釈宮司など、さまざまな形で表されるんですよ。はいはい。漢字の書き方に決まりがないのは、漢字がなかった時代から信仰が存在していたということなんですわ。確かに、ね、そう、天照軍に敗北して諏訪にやってきた武見方と、もともとの諏訪の支配者森谷大臣は怠慢で戦うことになり、武見方が勝利、ね、戦いに勝利した武見方の子孫は大法理という生き神の地位につきますが、実権そのものは諏訪にもともといた森谷一族が握っていたと考えられています。うん、というのもね、神そのものである大法理という役職は年半もいかない幼子が担っており、神下ろしの力とか神の声を聞く力は長官である森谷一族のみが持っていたからなんですよ。つまり武見方の子孫諏訪氏が大法理という荒人神になるには、森谷一族の力が絶対に必要やったというわけでございますよ。なるほどね。もうなんか漫画みたいな話だけどね。せやな。神長官森谷氏が下ろした神をその身に宿して初めて武見方の子孫諏訪氏は大法理という神になれたので、建前的には諏訪氏が神でトップなんですけど、御釈寺神を扱えて神の声が聞ける森谷一族が祭祀と政治の実権を握るっていう諏訪と森谷の二重構造になっていたんですよ。なるほどね。不思議ですよねこれね。うまいな。ね、今に伝わるお話的にはね、武見方が森谷一族に勝利したわけですからね、うん、僕的にはこの構造がちょっと不自然に感じるんですよ。まあそうだね。武見方勝ってるわけやからね。勝ってるからね。なんか森谷一族がほんまは上に立てたけど、武見方に気使って、うん、この形になったというか、まあなんというかね。はいはい、はい。まあ、例えば、武見方の先祖が森谷一族の先祖にとって恩人とか、あね、偉い存在やったから、建前上武見方を上の立場にして受け入れたみたいな、まあ、そんな違和感を覚えるんですよ。確かにね。これはもうただの勘なんですけど、うん、もしかしたら出雲族と諏訪の一族は古くか何かしらのつながりがあって、うん、立場的には出雲族の方が偉かったのかもしれません。はいはい。だからちょっと立ててる感じですね。そう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 。で、このあたりの謎は今後紐解いていくとして、はい、もう少し御釈寺信仰について考えていきましょう。はい。諏訪大社のご祭神は森谷さんに宿っていると現在では考えられているんですけど、古くから存在する御釈寺信仰は古木の根元に石棒を置くっていうのが、はいはい、典型的な祭り方だと言われてるんですよ。ほうほう。なのでね、御釈寺神はまず木に降りて石に宿るっていう、あーなるほどね。そういう神様なんじゃないかって言われてるんですよね。あー、そのための石なの。そうそうそう。でも諏訪大社で行われた過去の祭事では人間とか笹にも御釈寺神がついていたという記録もあるので、石神というより、うん、あらゆるものに宿るアイヌのカムイとか、はいはいはい、精霊のような存在とも考えられるんですよね。うん、しかしね、その力は絶大であり、うん、諏訪大明神絵言葉の記述によれば、御釈寺神は汚れを嫌うんですよ。もしも汚れがあればもう必ずたたりを起こすと記されてるんです。御釈寺神は諏訪氏がつく大法理という役職にも、もう諏訪から絶対に出るなよと、汚れの元となる人の血とか馬の血肉には触れてはならないという
厳しいルールを与えてたんですよ。うわ、結構繊細やね。そう。しかしですね、このルールを完全に破った大法理がいたわけですよ。あららら。それが1189年の奥州合戦に出陣しようとした、諏訪為仲です。諏訪為仲さん。この人も大法理やったんですよね。はいはい。で、為仲は大法理に在職中やったから、合戦行くでーって言ったら、もう諏訪一族から、お前アホかと。そらね。神宿した神そのもの、荒人神が、なんで合戦行っとんねん。なんで血流すのね。そうそう。大反対されたんですけど、それを押し切って合戦に参加しようとしたんですよ。しかしね、社の鳥居を出た瞬間に、ヒヒヒヒヒヒ、バタバタバタ、おろろろろろ、もう数匹の馬が突然倒れていったんですよ。もうそれでも行くでーってためながらもう無視して、無視した進んでいった、メッセージを、そうメッセージ無視した。7匹の馬が突然死亡したんですよ。やっぱ明らかに不吉やんか。不吉で、ためながらそれでもわしは合戦に行きたい、そう、よっぽど合戦に参加したかったのか、やめやめ、それでも進み続ける。謎のメンタルでめっちゃ気進むやな。そうそう。そしてなんとか身のここにたどり着くんですけれども、今度は為仲の部下が喧嘩して死人が出るように、そんな大事件に発展しちゃうんです。えらいことしちゃうよ。この事件の責任取れよと、お前ボスやろってことで為仲は、ね、自害することになってしまう。なんで行ったんやと。なんで行ったんや。最悪やん。この事件をきっかけに次に大法理になった人物が即位した3日後に死亡。でその次に大法理になった人物も即位した7日後に死亡するという、もう強めのたたりが起こったんですよ。為仲のせいですっげえたたられた。なんで引きん言うて死んでいってるの。言ってんの、ね、諏訪大明神絵言葉には神罰を下したのは未釈自身だとはっきりとは書かれてないんですけれども、で冒頭の記述で未釈自身はたたりを起こすよと記されてるので、はい、この一連の神罰は未釈自身が引き起こしたものと考えるのが自然ですよね。あ、そうだよね。しかもね、この記述を見る限り、大法理に諏訪を出てはいけないというルールを課したのは、本当やったら天照国の武見方たちがね、はい、こう竹見中と追い詰めて、諏訪から出んなよって言ってたわけやんか。あ、そうやね。でも今の話やったら未釈自身が出んなよっていう呪いをかけてるように見えるよね。おお、ほんまや。そう、話変わってくんのよ。ほんまや。めちゃくちゃややこしいから少し整理すると、表向きのストーリーは大国主の息子である竹見中が諏訪にやってきて、未釈自身を信仰していた守谷一族を倒しね、諏訪を支配するというお話でしたよね。そして勝利した竹見中の一族が、ね、諏訪大明神という神をその身に宿す大法理という役職に就き、荒人神になると。この流れからいくと、大法理についている諏訪大明神は竹見中であると考えるのが一般的ですよね。そうだね、まあ、諏訪大社で祀られている神様は竹見中ですよね、諏訪大明神と言えば竹見中そのものですよねと、まあ、普通は考えるわけですよ。しかしね、実際に神と対話し神を降ろすことができたのは守谷一族だけだったことを考えるとね、あ、確かに怖すぎる仮説が浮かび上がるんですよ。おお、そう、大法理に降ろされていた諏訪大明神の正体は竹見中ではなく、守谷氏が信仰していた美釈自身だったのではないかっていう仮説なんです。そうなってくるよ ね、大法理という役職は明治維新のタイミングで廃止されているので、今となっては真相はわからないんですけれども、もしこの仮説が事実だとすれば、諏訪大社で祀られる真の神様は美釈自身であるとも考えられるわけですよ。てくるね。そう、もちろんね、竹見中という神様自体はね、諏訪大社に間違いなく祀られてると思うんですよ。ね、ただ大法理に降ろされてた諏訪大明神の正体が未釈自身なんじゃないのっていう仮説ですからね。はいはい、はい、僕も諏訪大社めっちゃ好きなんで、まあそれを否定するつもりはもう妄想ございません。はいはい、ね、なんか怖くなってきたけどもね、ここまで来たらもうフルアクセスですよ。そうなんじゃね、もうとことんまで未釈自身について深掘りしていきましょう。はい、前回お話した諏訪大社の深掘り動画では、大国主の息子、竹見中の信仰、それより前に諏訪に存在したユダヤの信仰、さらにさらに前から存在した縄文の信仰というね、様々な要素が諏訪の中で複雑に絡み合っていることが分かりましたね。まあ、信仰が何重にも重なり合って、今の形になってるので、もうめちゃくちゃややこしいわけなんですけれども、守谷氏が扱っていた未釈自身でさえ、単一の存在ではなく、いくつかの神が複合した神様みたいなんですよ。もう訳が分からん。ややこいな。そう、冒頭でも述べた通り、未釈自身は蛇の姿をしていたとも言われているのですが、はい、厳密には、未釈自身と集合された神の中に、白蛇の姿をした神様がいたみたいなんですよ。中に白蛇、白蛇出たね。そしてその未釈自身と集合した蛇の神様こそが、はい、諏訪の謎を解く上で超重要な鍵となるんですよ。鍵となる。そう、
しかしね、現代においてこの蛇神様は二尺自身の中に封印されてるんですよ。ほう、一緒にされてるわけやからね。そうやね。そう、その封印された神の名は、うん、粗相神。粗相神、そう、どうなった塗装神は、うん、二尺自身と集合する前は、うん、諏訪信仰の中でも特に重要視されていた特別な神様であり、そうなの、諏訪の荒人神大法理誕生にも深く関わっている存在です。なんとね、うん、戦国時代までは毎年塗装神を地上に降臨させる、おろろろろ、そういう儀式が行われていたんですよ。めちゃくちゃ重要や。そう、それが三室神事。三室神事ね、三室神事は諏訪大社神社の敷地内に三室社っていう土で固めた、まあ、地下室のような空間を作って、うん、その中で行われたんですよ。まずこの地下室みたいな三室社で祟りをなす男性的な二尺自身の出現を祝うんですよ。おー、まずはそうで、次に蛇の体を持つ女性的な粗相神の出現を祝います。そして旧暦の12月23日に、うん、この三室の中に荻組の座という座席が置かれます。座席、まあ地下室の中にさらに小部屋を作るみたいなイメージ。はいはい。でその座に入ることができるのは、うん、荒人神である大法理と、うん、大法理の代理お香のみでした。へー。大法理お香のどちらも幼子であり、うんうん、その神事を見届けることができるのは神長官である森谷氏だけでした。うわー、重要。森谷氏以外全員子供。くわー。そして神長官森谷氏がさっさにね、シャンシャンシャンってやるシャッシャに二尺自身を憑依させて、うん、ね、荻組の座の左からスーってね、その部屋の中入れていくのよ。はい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 。で、荻組の座の右からは、うん、三体の小さな蛇、すなわち粗相神が入れられていく。あらららららら、ここからもう見えへんのよ。ね、どうなるどうなる。これは男性的な二尺自身と、うん、女性的な粗相神が三室の中で交わり、うん、荒人神大法理を生むっていう儀式なんですよ。すっげー。塗装神は蛇神であると同時に女性器を表す粗相の神でもある、ね、諏訪の荒人神大法理の誕生に関わるとてつもなく重要な女神だったわけですよ。なるほど。しかし明治維新で神官の世襲制が廃止されたことで大法理という役職はなくなり、粗相神もやがて二尺自身と同一視されていったということなんですよ。一緒になってったんや。ちなみにね、諏訪大社の神事に川塚り神事っていうものがあるってお話しましたね、前回。はいはいはい。これはお正月に神主さんがカエル2匹を捕まえてブスッと串刺しにして神に捧げるっていう神事なんですよ。はいはい。これ今でもやられてますからね。今でも、ね、なかなか現代っぽくない儀式ですけども、うん、なぜ神にカエルを捧げるのか分かってないんですよね。言うてたよね。諏訪大社に伝わる七不思議の一つとさえ言われてるんですよ。はいはい。しかしね、二尺自身と粗相神が三室にこもるのが旧暦の12月23日からで、川塚り神事が旧暦の1月1日に行われるわけですよ。はいはいはい。ね、神にカエルを捧げる、うん、つまりこれは三室にこもる三尺自身と粗相神に捧げる供物だと考えられますよね。そうやね。そして女神の粗相神は蛇の姿をしているわけですよ。うわー、蛇の大好物と言ったらカエルだ。カエルですよね。そう、カエルなんですよ。あげてた、未だに。そう、謎がね、わかるんですよ。ほんまや。謎とされてる七不思議の一つがわかる。まだ捧げてた。蛇神に捧げてた。うん。だからカエルを取ってた。きゃー。三室神事で交わった三尺自身と粗相神は12月末からね、交わって、うん、春になるまで、で三室にこもり続けるんですよ。はいはいはい。言ったらその笹に三尺自身が取り付いてる状態で、うんうん、で三室に入れてって朝で作った蛇の形のものを右から入れる。はい。そう。でこの状態が4ヶ月弱くらいこもり続けるんですよ。ほー。神が宿った状態で、これは蛇が妊娠して卵産むまでの期間ってだいたい4ヶ月くらいなんです。ジャストやん。よく似てるのよ。ジャストじゃん。もう交わって、うん、もう妊娠して産むまでの期間なんよ。法理を生まれ、神様が交わって産んでんねん。三室で、これが戦国時代まであったのよ。すげえ。つまり三室の中で粗相神は三尺自身の子を身ごもって、はい、ね、はい、その二人の神様から生まれた新たな魂をバサーンと宿すっていう、やってるね。そういう儀式なんですよ。はあ。もう想像すると、うん、めちゃくちゃホラーじゃない。すげえな。なあ。で春になって儀式が終わると、うん、その三室はぶっ壊されてしまうんですよ。へえ。この時ね、
美釈自身が取り付いていた笹、うん、これは抜かれて、うん、諏訪大社の前宮に持っていかれるんですけども、はいはい、蛇の姿をした、うん、粗相神の行方は分からなくなるんです。分からなくなる。つまり、うん、粗相神は春になる前に三室を出て諏訪からいなくなるということなんですよ。なるほどね。つまり粗相神は諏訪以外の地域からやってきた蛇の女神であり、うわ、美釈自身と交わるのは国と国をつなぐ大切な大切な儀式だったのかも知れません。なるほど。この二柱の神が交わって、うん、その国のトップが生まれると。でもこの流れで考えても、うん、諏訪大社の荒人神大堀は美釈自身と粗相神の交わりによって生まれることが分かったわけですから、はいはい、諏訪大明神は、うん、もう完全に竹見方ではなく、ではない美釈自身でもなく、なく粗相神との子供、子供ですね。だこれが美釈自身と呼ばれるんでしょうけども、はぁ、これがとんでもない謎なのよ。すんげえことになってきたよ。すんげえことになってきたこんなとこ踏み込まないよ諏訪大社ええのこれ。しかしね、うん、諏訪大社にはまだまだ謎が盛りだくさん。また行く前回お話したね、御頭祭の考察のように諏訪信仰の陰に隠れたユダヤの痕跡、うん、ね、諏訪に住んでいた土着の民族モリア氏はなぜ鉄の技術を持っていたのか、そうよね、そう、そして白蛇女神という粗相神の特徴、蛇の女神、そう、これはもう完全にセオリツ姫の特徴と一致しますけども、はい、何か関係があるのでしょうか。あるんじゃないですか、ここまで来たらですよねさらにセオリツ姫以外で蛇神の姿をしていた神の代表格といえば、うん、大神神社で祀られる、はい、大物主ですよね。ですね。大物主は大国主とか逃げ入ると同一視される神様ですけど、はい、何か関係があるのでしょうか。あるんじゃないですかさすがですね。諏訪大社と美釈寺信仰の話で前半後半の2本で終わらす予定だったんですけども、はい、ビッグボリュームになりすぎて終わりませんでしたもういっちょ、はい、ということで諏訪大社美釈寺信仰粗相神の謎は次回の動画でガツンと紐解いていきたいと思います。はい、もう一掘りそうわけですね。次回気になる方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ね、概要欄に僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ。